はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。ポケットモンスター2019の、12話の感想でございます。今見てきました。いやー、まさか来週戦うんですね。マジでと思いましたね。ちょっとすいません、マウスの感度が調子悪いので、ちょっと、あれですけど、ポケットモンスターの、その、いましたけど、すごい回ですね。っていう感じで、ちょっと終わります。感想的には、今回の良かったなと思いました。ということで、ご視聴ありがとうございました。